こんにちは、33歳サラリーマンです。まずはご報告で、皆さんのおかげでチャンネル登録者数1000人を超えました。皆さんいつも本当にありがとうございます。引き続きクワガタをメインに、たまに爬虫類の動画を出したりしていきますので、今後ともまたよろしくお願いいたします。本当にありがとうございます。で、今回はアカメのパラワンオヒラタのマット交換の動画になります。前回800ボトルの禁止から2300ボトルのマットへお引っ越しして3ヶ月経つので交換していくっていう感じですね。今回登場する子たちは割と期待している子たちです。でスマトラの方はね、3本目の交換まで行けなかったので、ちょっとねワクワクしています。で早速1匹目も掘ってるんですけど、この子は6月に800ボトルの禁止に投入して、12月に2300ボトルのマットに入ってもらって、でそのタイミングで 43.1g、 3ヶ月経ったのでね、どこまで成長してくれてるか。でスマトラは 50g 超えている子いたんですけど、その子結局 80mm くらいで浮かした子がいるので、まあね、マットにしてダイエットしてしまうかどうかっていうのが気になるところなんですけど、はい、出てきましたね。めちゃくちゃでかいですね。パラワンスマトラはクワガタなのにでっかい幼虫が見れるのが面白いんですよね。次の交換までには溶化するかもしれないですね。でこの子の体重は 55.2g で、結構成長してくれてましたね。前にいたマットも入れつつ、新しいマットも入れてきます。で今まで一緒にいたバクテリアがねいるので、次のボトルに引っ越した後もスムーズに消化を手伝ってくれるかなっていうところが狙いですね。コバエだったり線虫が発生してなければ、基本は入れていってます。コバエとか線虫がいる場合にはね、他の幼虫のなんか食べかすとかを入れたりしてます。一応それも、バクテリアを投入するっていう感じになりますね。ちなみにメスはもう羽化していて、羽化ずれしています。平田クワガタね、寿命が長いので羽化ずれしててもあんまり心配してないですけど、まだオスはみんな幼虫なので結構ずれてきてますね。この子たち温度はだいたい21度くらいのところにいました。でこの子の親は DDA で購入したお子たちで、オスは 70mm で、メスはフリーサイズの子になります。ここからね、またさらにもうちょっと大きくなってもらって、親声をしてくれるんじゃないかなと思ってるんですけど、親声してくれれば嬉しいですね。でちなみに1本目の禁止は DDA の01を使用してました。で2本目は今回と同じでハワイアンビートルの J01 を使ったっていう感じです。この子、次のボトル、もう溶化すると思うんですけどね、3ヶ月後ぐらいにね、まだ幼虫だったらまた交換していきます。2頭目以降の子たちは作業的にはね、完全に一緒なんで、7倍速くらいでやっていこうと思います。2頭目も6月に800ボトルの禁止に投入して、12月に2300ボトルのマットに入ってもらってます。でそのタイミングで 50g、 この子はね、さっきの子より大きくなっていたので少し楽しみにしてました。この子の体重は 50g でした。まさかの変わらず、食べてないのか、食べて動いてこの重さなのか。マットの方が水分量で重くなるイメージがあるので、実際はダイエットしてしまってるかもしれないですね。3頭目の子は6月に800ボトル、この子もですね、禁止に導入して12月に2300ボトルのマットに入ってもらってます。そのタイミングで 52g、 この子も 50g 超えてて期待してたんですけど、さっきの子と同じで増えてないかもっていう不安の方が若干ありますね。でこの子は体重 52.4g でした。微妙に大きくなってるので食べてはいるのかなっていう感じですね。ちょっとでも重くなってるっていうのは満足です。4頭目も6月に800ボトルの禁止に投入して12月に2300ボトルのマットに入ってもらってます。
この子はこのタイミングで 38.4g、 他の子と比べてね圧倒的に小さかったので、どんな風に成長しているのか楽しみにしてました。意外と育ってますね。で 52.5g でした。成長率も重さも今回一番良かったです。今回の動画こんな感じで終わりたいと思います。まだオスはウッカーまでしばらくかかりそうですが、今後の経過も動画にしていければと思ってますので、よければチャンネル登録高評価していただけると嬉しいです。今回もご視聴ありがとうございました。終わります。